では両チームの予想フォーメーションを見ていきます。まずはホームのジュビロ磐田です。前節から2人変わりました。 4-2-3-1 です。ゴールキーパーは三浦、ディフェンスは4バック、右に出場停止明け鈴木優斗、鈴木海斗、リカルド・グラッサ、松原、ダブルボランチは上原と山本です。2列目に右松本、左にドゥドゥも戻ってきました。トップ下は好調金子、最前線には古巣対戦です。こちらは絶好調ジャーミン亮です。続いてアウェーベガルタ仙台です。こちらは 4-1-4-1 を予想しました。前節から4人変わりました。ゴールキーパーは林、ディフェンスは4バックです。右からマセ、姿、キムテヒョン、ハチスカ、アンカーにリャンヨキ、2列目右から松崎、加藤、中島、木田、ワントップはこちらも古巣対戦です。8試合ぶりのスタメン中山雅人です。そしてリザーブのメンバーには元日本代表新加入の2人も入りました。もう一度右、2試合ぶり出場停止から開けた鈴木優斗です。上原からのクロス、ジャミネット、ゴールキーパー林です。そして間で受けたマセ、今度はベガルタ、縦スルーパス抜け出した加藤だ、1対1、右足止めました、三浦だ。右足のクロス、ヘディング、こぼれ球、松本正也止めました、ゴールイン決まっています。こぼれ球突き刺しました松本正也、先制ジュビロ磐田、前半の21分、磐田のマルチロールが右足ミドルで沈めました。まあ、このボールの質良かったですよね、ゴールに向かっていくボールでした。松本しっかりとね、抑えてね、振り切りましたよね、はい、スルー中山、ボックスに入ってきた、こぼれ球、右足のクロス、中央だ、加藤が飛び込んできました。まあ、中山のあそこのボックスの体の強さですよね。そうですよね。松原が中央から背後へ、こぼれ球、金子の右足、前半41分追加点、ホームジュビロ磐田、金子の6ゴール目、見事な右足ミドルシュート、好調の小柄なモンスター、チームを牽引していきます。まずここでね、少しこうルーズなボールだったんですよね。やはりこの処理ミスですよね、仙台ディフェンス陣ね。蹴らされました磐田、キムテヒョンとの競り合い、少し交錯、ホイッスルです。姿とカヌマ、が出ました。カルマが差し込んだ、反転、金子、2人引きつける、もう1個縦、左足の折り返し、フリーで山本康介、正面ボレー、2度セーブ、林詰めていました松本正也。としてはこう焦る必要がないのでね、しっかり自分たちのボールを動かすという。連続パスつながって松本が右破ってくる、ボックス内4人、中央、ジャミンだ、後半24分、3点目ジュビロ磐田、2戦連発フルス対戦、ジャミン亮8点目を頭で叩き込みました。まあ、非常にこうクロスでしたよね。鈴木優斗は逆を使います。サイドバック間のサイドチェンジ、マスが見る、中に行く、ドゥドゥ預けた、落としてドゥドゥのミドル、こぼれ球、松本正也、後半35分、4点目ジュビロ磐田、今日松本2ゴールです。
広く使った攻撃、最後は押し込みました。ここのね、やはりこの松原とルイルの関係もいいですよね。そのまま金子が担っていた右サイドハーフに入りました。早めのクロス、触った菅原、1点返しました。アウェイベガルタ仙台、途中出場菅原龍之介、 J 初ゴールをスーパーゴールで決めました。一瞬の隙を突きます。こういうところの動き出し、前線の動き出しというのは非常にね、素晴らしかったと思いますしね、ちょっとコントロールの伸びたんですけどもね、ニアサイドに抜けましたよね。しっかりとボール枠にね、しっかりと蹴り込むことができた、素晴らしいゴールだったと思いますね。まあ、今のね、やはり古川の仕掛けでセットプレーを取った中で時間が使えたんですよね。そうですね、そういうところですね、これから戦っている中で大事になってくると思います。ここで試合終了の笛です。4対1、好調磐田、仙台粉砕、今シーズン4度目の連勝、 J2 で通算の100勝目は11試合負けなしです。